昼ご飯はたこ焼きです。なんとこのたこ焼き1パック160円なんですか。安い、安すぎる。エビとカレー味もあって最高です、ということ。すごいですね、安い。160円ってお得ですね。私も昨日実はたこ焼きを頼んだんですけれども、16個入っていて2000円ぐらいでした。そう考えると安いですよね、このたこ焼き。いいな。そう、ちょっとデリバリーサービスだったので、やっぱりこうね、サービス料も入ってるので2000円だったんですけれども、でもすごく美味しかったですよ。16個昨日少し取っておいて今日の朝ごはんにしました。なので13個昨日のうちに食べて、3個は今日食べましたね。一人で食べましたなんかもうお腹すくと止まらないんですよね。でたこ焼きの栄養価気になったんですけれども、たこ焼き結構栄養があるみたいで、美肌効果もあるんですって。たこの、成分が優秀なんですってよ。だから結構偏っちゃうかなと思ったんですけれども、たこ焼きもうまく組み合わせれば栄養補給になるので、皆さんはねちょっと調べてみてください。タウリンってコメント言ってるんですけれども、タコのね栄養成分優秀なんですって。2000円は高いてきてますけれども、どうしても食べたくなっちゃったんですよ昨日。自分で作ればいいんですけど、私タコの持ってないんですよね、たこ焼きメーカーみたいなやつ。あれがあるといいですよね。いつも皆さんのリポートが支えになっております。いつもありがとうございます。